えぇ、あの、あと萩、萩。あ、萩岡って。ああ、それでさ、そいつさ、北九州のやつなんだけど、はい、200キロを超えると、路傍に、いろんなもの見えてくるって。やばいじゃないですか、もう。ばあちゃん座ってるってよ。もう思いっきり幻覚で、で、萩の山の中さ、はい、あの、鼻から先真っ暗だってだよ。鼻から先こっから先真っ暗だって。元気何もね、山の中だって。うわ、光だ。ああ、そうそう。で、消すと鼻から先何も見えねえって。あとあれがあるぜ、あの、奥多摩の、波折根。1000人。いや、そうなんですよね。ハセツネサーティーってのもあったんだ。ありがとうございます。ハセツネって後半なんですよ。そうそう。あれすっげえよ。だって夜走っから。ああ、そう。翌日の午後3時くらいゴールするんじゃん。で、一番早い人8時間とかで走っちゃったから。クレイジーもいいってことだ。あの信号当たったらよ、もうちょっとしたらもうフラワーセンター。ああ、もうちょいもうちょい。全部でこっから4キロ。上り1キロないと思うから、下りが4キロ。ああ、もうゴールみたいなもんだよ、ここまで来たら。さあ、最後あそこのフラワーセンターのところの、平地を300m くらい行くと、国道1号線の頂上まで 300m くらいの上り、緩い上り、緩いだけでまだまっすぐ緩い。